皆さん少年ジャンプを読んでますか？南北朝界隈で、あれがすごく話題ですよね。ゆっくりマリサです。食べることに目がないゆっくり霊夢です。シナノには、リンゴや鹿肉など、美味しいものがいっぱいあるな。なんで長野県の話をしているんだ。どんなテーマでも食べ物のことしか頭にないんだな。ふふ、山国には、フルーツから肉までいろいろあるんだよな。ところで今日の主人公は誰？今話題に出ていたシナノ、長野県ゆかりの武将、北条時行だぜ。誰だ？北条早雲なら、結構有名だよな。200年時代が違うんだぜ。鎌倉幕府の最後のボスが残した子供で、足利尊氏をあと一歩まで追い詰めた人なんだ。どちらかというと、歴史から消えていく運命の一族のトップだったんだよね。当時の鎌倉幕府は、徳宗という北条家のトップが、政治の実権を握っていたんだ。執権という将軍の代わりみたいなポジションもあったが、結局将軍も、執権も飾り物に近かった。ちなみに徳宗も執権も、北条一族がなったんだが、全員、平清盛と遠い親戚に当たるんだぜ。え、清盛と親戚だったけど、ずっと幕府を維持できてたんだ。よく滅ぼされなかったな。ちょっとだけ、家系図見てみようか。そもそも北条氏は平氏。平氏は桓武天皇の流れだぜ。そこから150年くらい経った、平貞盛から血筋が分かれた。鎌倉北条家と平清盛の家系だ。昔々、鎌倉幕府ができる直前の頃は、北条家は、伊豆の小さな豪族。平家といっても清盛一派とは、権力に天地の差があったんだぜ。だけど、平家は滅んだ。北条氏は、源氏に味方したから生き残れたんだ。そして、徐々に源氏一族を排除し、北条氏が権力を獲得する。それはまた別のお話。その末裔の時行も面白そうだ。彼を一言で言い表すと、どんな人物なんだ？逃げ上手の。おい、それは言ってよいのか。まあいいや、どこかで聞いたあだ名だな。楽しい話を期待しているよ。おう、何度追い詰められても逃げて、隠れて生き続けた男の生涯を解説するぜ。ここで注意事項です。今回の話は、ジャンプで連載中の漫画の壮大なネタバレです。ネタバレが嫌な方は、見るのを止めることを強くお勧めします。ネタバレでもいいって人は、ゆっくりしていってね。この話では個人的な解釈も入っています。教科書よりも少し詳しい、独自に調べた話をするので楽しんでくれたら嬉しいです。この番組は、松井先生と逃げ若の凄まじい発展を心から祈っている南北朝時代を楽しむ回がお届けします。第一章、親兄弟を失い、復讐の道へ。まずは、時行の激動の少年時代を追っていくぜ。時行は8歳の頃、1333年に鎌倉幕府が滅亡し、父の高時、兄の国時を失ったんだ。いきなり、家族を失ったのか。悲しいな。あまりに急展開だぞ。時行の少年時代はあまり記録が残っていない。が、田楽や和歌などいろいろな教養、遊びに触れていたと考えられる。親父が遊び人だったからなんだぜ。どんな性格だったのかな。御曹司だから、好戦的な人ではなかったと思うぜ。高時やその取り巻きには、公家みたいな雰囲気も、あったからな。鎌倉幕府は、誰に滅ぼされたんだっけ？新田義貞と足利尊氏だな。実際には、高氏が主導権を握っていたようなんだぜ。義貞が鎌倉を陥落させたんだが、高氏の、策略で全国の武士が反乱したからな。これは時行にとっては、高氏にリベンジしないといけないな。時行は信濃へ逃げて、諏訪頼重という神官と武士、お金大江の当主にかくまわれたんだ。諏訪家は、日本の中でも、特に特殊な一族だよね。諸説あるが日本神話に出てくる、神の子孫と言われて、九州にいた阿蘇氏と似ている、武家でもあり、神職でもあるため、一般の武士、よりも権威が強かったんだ。なるほど、時行も心強い味方を手にしたな。頼重はどんな武将だったのかな。暴虐家で、朝廷の貴族と連携して憎き、後醍醐天皇を暗殺しようとしたんだぜ。後醍醐は、高氏に挙兵をけしかけたからな。時行にとっては、諸悪の根源だぜ。この時の刺客は、西園寺金宗が選ばれた。彼には実行する理由があった。もともと、朝廷と鎌倉幕府の朝廷役だったのに、幕府滅亡で役職を失ってしまったのだ。後醍醐天皇を倒し、代わりの天皇を即位させ、鎌倉幕府を再興して、返り咲こうとしたのだぜ。後醍醐暗殺計画。恐ろしいな、ドキドキするよな。この時の様子を少し見てみようか。いよいよ、京都の西園寺金宗様が、後醍醐を暗殺、するという、政権打倒の股とない好機ぞ。うまくいくと良いですね。そして東国では、我々が鎌倉に対して反旗を翻し、鎌倉を攻め落とす。これで計画は完璧です。鎌倉にいる、高氏の小吉明を滅ぼし、北条家の復活を図るのだ。これで、父上や兄くんの無念も晴れるだろう。大変です。京都の金宗様の企みが露見し、
金宗様が捕まったとのこと。なんだと、なぜ謀略が漏れたのか。西園寺様はどうなったのだ。それが、弟の金重様の密告で後醍醐天皇が知るところとなり、金宗様は流罪、出雲へ流される途中で会えなく殺されたとのこと。なんたることだ。後醍醐め、抜け目がない帝だ。後醍醐、さらに畠氏も名称の誉れ高い武士で将軍の器だと聞く敵だらけではないか。時行様も申しばし、この信濃の山奥で隠れて好機を待つしかないかと思います。わかった。悔しいが仕方ないか。何としても政権を奪い返すぞ。私は逃げ足の速さと執念の強さは人一倍だからな。京都の金宗様との連携は失敗しましたが、人脈を使っての策略は続けていきましょう。ということで、時行たちの謀略第1弾は失敗に終わったんだぜ。後醍醐暗殺がもし実現していたらすごいことになったと思うぜ。後醍醐が死んでいたら日本にカリスマがいなくて、むしろよりカオスになっていたんじゃないかな。だが、この政変から1年もしないうちに時行たちにとって政権奪回のチャンスがやってくるんだぜ。後醍醐と足利尊氏の仲が少し不穏になり、時行は東国で集めた勢力で挙兵したんだ。動きが早いな。時行は金宗と連携していた叔父の北条康家と繋がって、すぐに兵を挙げることで相手の動揺を狙っていたようだぜ。時行は逃げてるばかりじゃなくて、いろんなネットワークを持っていたということか。この時、時行は10歳。この戦いの様子を見るぜ。後醍醐と尊氏の間に不穏な空気が流れている。我々が反乱を起こすことで、尊氏派こちらへ向かう。そこで尊氏を撃てば、後醍醐政権の屋台骨は崩れ、我々が全国の支配権を握れる。時行様、鎌倉を占拠し、尊氏を蹴散らしましょう。今こそ、父祖の地を取り返す時。鎌倉を奪還し、北条の旗を掲げるのだ。攻めよ攻めよ、一気に攻め寄せるのじゃ。うわぁ、どこから現れたのだ。皆の者、に、逃げるなぁ、か。鎌倉の足利忠義様にお知らせするのだ。北条の一族が、三つ鱗の旗が、攻めてきたと伝えよ。我が名は足利忠義、北条の残党ごとき、足利の名のもとに、蹴散らすのだ、行け。兵の勢いはこちらにある、勢いのまま攻め寄せよ、行け、押し切るのだ。ぐ、な、なんという烈火のごとき勢い。も、者ども、一度引くのじゃ、鎌倉を捨てるしかない。兄上の息子の、義明を落ち延びさせよ、くそ、そして、ごにょ、ごにょ。そう聞きました。皆の者よくやった。有力な足利側の敵将である、小山康武などの武将も討ち取り、鎌倉の占拠に成功した。鎌倉から後醍醐方の兵は全て出兵しており、これらを撃って敵の軍隊はほぼ壊滅となりました。誠におめでとうございます。後醍醐の王子、森義親王も殺されたと聞く。命じたのは、尊氏の弟忠義だそうだ。忠義は血も涙もありませんな。森義もかわいそうに、我々は皇族と戦いたいわけではないのです。北条徳宗家の知性も、まがいなりにも、帝がいらっしゃればこその幕府だった。本当であれば、後醍醐の帝とも和平したい。報告です。京都より高氏が忠義の救援を目的に数万人の大軍と共に鎌倉目指して出発したそうです。ついに来たか。足利尊氏を倒し、鎌倉幕府を復活させる源氏の棟梁、そして、我が父と兄の仇である足利尊氏を倒して、鎌倉を元の姿に戻すのじゃ。ははぁ。こうして時行は、尊氏を迎え撃って戦うことにした。が、時行は味方の募集に苦労したようなんだぜ。なぜ、時行は正義のヒーローじゃないのか。時行たちにとって鎌倉奪還は悲願だが、源氏の義明がいた鎌倉は多くの武士にとって理想であり、時行への人気はなかったんだ。なるほど、時行も疲弊しただろうね。鎌倉に攻めたから、激戦が続いたし、その上で味方になる兵も多くなかったってことだよね。そうだと思うぜ。もう鎌倉の人にとって、北条は過去の一族になっていたはずだ。この一連の流れを、中仙台の乱と言うんだ。仙台であり父親の、北条高時と、後代の、足利尊氏の間の期間に鎌倉を占拠したから、中仙台って言うんだよね。ああ、だが、結局、鎌倉を占拠したのは20日程度だった。尊氏はすぐに京都から攻めてきた。時行は鎌倉を出て戦うが、連戦連敗。散々な目にあったんだ。味方の武将も次々に戦死した。尊氏はまさに鬼人のごとき強さだな。結局時行はボロボロになり、鎌倉を放棄。鎌倉を足利尊氏に奪回されたんだぜ。だが、ちゃっかり逃げるところが時行らしいな。
さすが、逃げはか。そういえば、頼重さんはどうなったんだ。諏訪頼重は、高氏が鎌倉に迫ってくる途中に藤沢あたりで敗れ、鎌倉の寺院で自害したんだぜ。え、あの神通力みたいなのを使う頼重が、あっさりと。時行は心強い味方を失ったな。時行の悲しみはとても大きかったと思うんだぜ。時行は再び信濃へ逃げていった。1335年、2ヶ月程度の戦いだったんだぜ。剣道将来を狙って、至福の時が続くんだ。第2章、敵だった南京と手を組め、高氏を倒すために。時行は、頼重の後継ぎとなった孫の忠義と、大政を立て直すんだ。が、時行は、信濃の伊那の大徳、王子城の戦いという、山あいでの戦いで、信濃守護の小笠原氏と戦い、負けてしまったんだぜ。相変わらず、よく負けるな。ただ、ちゃんと逃げている。約15年間、時行は、信濃を中心に地道に勢力を築き、反撃を待っていたんだぜ。高氏花火仙台の乱直後、に後醍醐に反旗を翻して、その後別、系統の天皇を擁立したんだぜ。時行はこの時、足利高氏を真の敵と定め、後醍醐天皇側になるんだよね。敵の敵は味方みたいな、その通りだぜ。後醍醐の王子で森吉の弟、宗吉親王と信濃で共闘して、信濃の今でいう長野氏の方や、松本氏の方にも転戦したと考えられる。昨日の敵は今日の友だな。だけど、後醍醐は鎌倉幕府を滅ぼした張本人じゃないか。よく手を組む気になったな。多分、時行にとっては後醍醐も高氏も憎き敵だったんだろうけど、比べたら高氏の方が、京都の鎌倉幕府の支部みたいなところも、陥落させたし、頼みの綱だった頼重も自害させたということで恨みが倍増したと思うんだぜ。諏訪頼重は、育ての親でもあり、師でもあり、優秀な戦友でもあったんだと思うよ。そんな高氏側にも、問題が起き始める。1350年、室町幕府では、高氏と忠義が、血みどろの兄弟喧嘩が起きた。重臣の中の重臣である、河野諸直も殺される事件も起きるんだよね。高氏派忠義と一瞬仲直りしたが、すぐに部下の思惑や利権関係で、兄弟は決裂し、全面戦争となったんだぜ。これを漢王の上乱と言うんだな。この事件の概要は前に配信した、足利忠義が作った裁判の起訴の動画で詳しく話してて、ここでは触れる程度にするよ。高氏と忠義の争いが終わりに近づいた1352年、時行は再度前線で戦うんだぜ。宗義、親王が南京から征夷大将軍に任じられたことで、時行を南京のキーマン武士とした、南京が高氏を倒すため、宗義や時行は武蔵国に向けて出陣したんだぜ。北京の征夷大将軍は高氏で、南京の征夷大将軍が宗義、親王ってことなんだよね。高氏と時行らの軍勢による万人単位の戦闘となる武蔵野合戦がついに始まる。時行は戦を終えて、久々に鎌倉を占拠し、リベンジを果たすんだぜ。この時の戦いは、関ヶ原の合戦みたいな、ビッグスケールの戦いで、大兵器を元にすると、幕府12万、南京と時行側10万の戦いだったんだ。よく勉強したな。時行は、高氏の首を取る大チャンスを迎えたんだぜ。時行は、宗義、や新田義貞の孫の義興と一緒に戦ったんだぜ。時行が高氏を討ち取る可能性はあったのかな。大いにあった。しかも、南京はこの時京都も攻めた。高氏が、京都から離れていた隙を狙ったんだ。北畠近草の、乾坤一擲の作戦だよね。京都には足利義明が、いたんだけど、南京側が勝利する。15年ぶりに京都を勝ち取るんだぜ。しかも、時行たちは吸収して、なんと鎌倉奪還も成功するんだよね。あと畑尾氏さえ倒せれば。1352年、時行27歳にて最大最後の戦い、武蔵野合戦の様子を見てみよう。ついに高氏の首を取る好機が来た。新田義興、新田義宗、脇屋義春という新田家の方々が、足利高氏たちを攻めに攻めている。さすがは新田、猛烈な戦いで、我らが押しております。あとは、総攻撃のタイミング、高氏の最後にしてやりましょうぞ。おお、私などが征夷大将軍になってしまい、とても不安だが頑張るぞ。時行、支えておくれ。親王様、お気を強くお持ちくだされ。すでに高氏派すぐそこに来ております。親王様、高氏が浅草を出陣し、ここ手差し原に向かっております。兵数は5000と少なく、首を取る千載一遇の機会にございますぞ。今こそ後継よ、者ども、出陣だ。いや、待ってくれ。少し体勢を整えてからでも良いのではないのか。何を言っております。さあ、馬に乗ってくださりませ。高氏軍は決死の覚悟で猛然と迫っております。今こそが、戦の分かれ目、打って出ましょう。いそ、いそ。
親王様はこうおっしゃっておる。わしは、負けられぬ。だから万全を期すこととする。万全の防御を固め、その後に攻撃することとする。そして、これはもう決定じゃ。若菜、目と鼻の先に手負いの将軍を見て、防備を固めるなどと、親王、今しかないのですぞ。出陣だ、親王様はお前たちで守るのだ。ここは、もう逃げる場面ではない。狙うは高氏の首のみ、手柄はそれのみ、ここが勝負じゃ、者ども行くぞ。こうして時行が突撃するが、高氏派体制を立て直す。結果、高氏は、宗義親王の軍を破り、そのまま南朝勢力も打ち破ることになるんだぜ。勝因ははっきりとは不明だが、宗義の優柔不断な性格が攻撃の判断を鈍らせたかもしれないんだぜ。時行はこの時ばかりは、攻め上手の若君になりたかったんだろうが、宗義の弱気で突撃が遅れたんだな。宗義の軍は、新田や時行はじめ、高氏軍の反撃で崩れる。逃げ出したり敵に寝返った兵もいたようで、あっという間に劣勢となり、鎌倉も陥落した。10日間ほどで、鎌倉を高氏に奪い返され、南朝軍は散り散りになってしまったんだぜ。約10日だけの鎌倉制圧とは、南北朝時代はいつでも展開が激しいね。前回の中、先代の乱の半分しか占拠できなかったんだよね。そうだな。そしてこれが、南朝側の関東での最後の大きな抵抗となったんだぜ。次の章では、時行の波乱の人生の終わりを解説していくぜ。第3章、逃げ上手な時行の最後。宗義と新田派、相模の国の山奥に逃げた。今でいう箱根の近くなんだぜ。時行もおそらく同行してたんじゃないかな。だが、さらに、山奥の城も攻め落とされ、宗義は信濃に逃げた。時行もおそらく、信濃に逃げたと考えられるんだぜ。時行は表舞台にほとんど出ないで生き延びてたんだな。時行の動向を記す古文書は少なく、宗義や新田の陰で暗躍する人物のイメージがあるんだぜ。でも、父や兄の復讐を果たせず、残念だな。そんな時行も、ついに捕まる時が来たんだぜ。逃げ上手な時行も、ついに捕まっちゃったんだ。武蔵野合戦から1年余り、後の1353年6月に捕らえられる。そして、鎌倉近くの辰野口で処刑されたんだ。すぐ処刑されちゃったんだ。でも、あまりにあっさりすぎじゃないか。諸説あって、時行はここでも死んでいなかったとする説もがあるんだぜ。諸説あるんだよね。伊勢家という幕府の家臣を務めた家に時行が養子などで入り、戦国時代に活躍したご法上の祖先ではないかと言われたりするんだぜ。その辺のご法上の話は、シンクロー、走る、という結城正美先生の漫画が面白くておすすめです。時行はいつ死んだのかはっきりとわからず、北条徳宗家の血を引く名門として祭り上げられる傾向もあったんだぜ。つまり、南朝や反幕府勢力の旗頭として利用されやすい面があったんだぜ。だからこそ、案外生き延びててもおかしくないってわけか。ということで、私が時行から学んだメッセージを最後に紹介するぜ。逃げるは恥だが役に立つ。おお、なんか懐かしのドラマみたいだな。逃げることは時に悪だと言われたりもする。けど、逃げたからこそ、南朝は時行という味方を得たわけだし、南北朝時代がある意味活気ある時代になったと、うぷ主は思っています。高氏も南朝がすぐに降伏したら、あっさり仏門に入ってたかもしれないよね。時行の人生はまさにこの一言に尽きると思うんだぜ。逃げてるのを臆病というのではなく、次の段階への布石や戦略として捉えることは大事だよな。何事も生きながらえてこそ、活路が見出せると思うんだぜ。ちなみに、時行のおかげでリアルに南北朝ブームが訪れるかもしれないな。彼の粘りが今の時代に合うのかもしれない。先が見えない世の中だからこそ、上手に逃げる。そして、粘り強く前進し続ける。それがいつか、実ると信じて。南北朝の世をどよめかせた英雄を知れてよかったよ。そうか、よかったぜ。ちなみに、参考文献を動画の最後と概要欄に載せているので、よかったら見てください。次回は、北条時行を殺すため、足利高氏から信濃に送られた戒厳寺の武将を解説するぜ。高氏のお気に入りなんだよね。楽しみだな。南朝と北朝を交互に解説をなんとなくできればと思っているぜ。今回は第三勢力の解説をしたけど、どうだったかな？時行も、一つ間違えたら英雄になったと思うぜ。教科書や知名度で、歴史の表舞台に出ない人こそ、私は人間的な魅力を感じるよ。それじゃあ、またな。
この話が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。見てくれる人がいる限り、南北朝時代の面白い話を届けていくよ。日本一有名な少年漫画で連載中の漫画の主人公について解説しましたが、どうでしたでしょうか？よかったらコメントもらえると嬉しいです。なかなかたくさんの動画を作ることができないですが、引き続き南北朝時代に関係するゆっくり動画を作っていきます。それでは、また。